はい、おはようございます。アセアメンタルクリニックの院長増田祐介です。今日はですね、2月20日ですねの日曜日ですねの12時ちょうど過ぎですね。午前中髪の毛切ってきまして、でちょっと今から朝飯兼お昼ご飯を食べて雑用やってもう早く帰ろうかなと思います。今週は月火働いたら水曜日が祝日お休みなの で24日もですね、休みなんですね。定休日なので、2連休があるので結構楽かなと思います。はい、ということでちょっとですねお昼ご飯を食べようと思います。で今日何食べるかっていうとですね、この丸亀製麺のかけうどんですね、これこれを買ってきたので食べようかなと思います。やっぱりですね、うまいっすね丸亀製麺は。はい、なんだそれって感じですけど食べます。でいろんなもの食べましたけど、結局かけうどんの波が一番いいですね。シンプルで天ぷらを足すとか、なんかね、大根おろし足すとか温泉卵足すとかもあるんですけど、僕はやっぱりシンプルに波が普通に一番いいですね。うん、でこれで足りるんですかっていう話もありますけど、まあぶっちゃけ足りないですよ、これだけだと足りないんだけど、他のものも食べたいんで、まあお昼はねこれぐらいで済ましたいなという感じですね。はい、よし、じゃあいただきます。はい、うまいっすねこれ、やっぱり。あー、うますぎる。やっぱ丸亀製麺のうどんはめちゃうまいっすね。うん、うん、麺もうまい。結局一番おいしいっすね。うん、で、ですね、薬味を入れていきます。最初は生姜ですね。はい、生姜だけ入れると。うん。うん。うまい。ああ。やっぱうどんに生姜は必須ですね。うん。必須。はい。でふるさと納税のお水病クリニックで置いてるお水です。あ、美味しいですね。うどんって何気に塩分高いんで、この塩分の高いやつにこの水を飲むっていうこの感じがめちゃくちゃいいですね。美味しい。うん、美味しい。よく思うんですけど、診察中にお腹空いてる人ってどうするんですかね、他の先生とは。僕結構お腹空くタイプなんですよ。多分自分の家が親族がですね糖尿病家系みたいな感じで、多分血糖値のアップダウンが激しいんですね。でなんかこうお腹空いたなって思うんですけど、だからお腹空いた時用になんかそのナッツとかちょっとしたお菓子とかクリニックに置いてるんですけど、あれ食べると多分逆にお腹空くんですよね。変に血糖値上げちゃうから。皆さんどういう時お腹空くのかっていうのは、ご存知じゃないかもしれないですけど、お腹が空く時ってこうお腹の胃がですね、お腹いっぱいになった時っていうのはこう張った時にお腹いっぱいを感じるんですけど、まあお腹の中身がない時ですね、お腹空く時って。あとは血糖値ですね、血糖値が下がってる時は、空腹感を感じます。でこの下がる感じが結構きついんですよ。で高いところから下がると結構お腹空いた感じがするんですね。だからラーメンとかうどんとか食べた後にちょっとしばらくすると急にお腹空くじゃないですか。あれは何かっていうと高い血糖値が下がるので、そうなるということですね。でしばらく経つとその肝臓から栄養が送られてくるんですよ。糖新生って言うんですけど、それでまた血糖値は安定してくるんだけれど、その肝臓からエネルギーが送られてくるまでの間にお腹空いたなと思って食べちゃうと太っちゃうってことです。
ですね、カロリー取りすぎで。うん、うまい。あ、で後半に揚げ玉を入れるって感じですね。まあ揚げ玉なしでもいいんですけど、まあちょっと味変をすると飽きずにいけるって感じですね。いやー、いいっすね。うん、うまい。油揚げが入ることによって塩分がマイルドに感じられるんですよね。だからより塩分取っちゃうみたいな。うん、あー、うまい。あー、丸亀製麺うますぎる。うん、あ、うますぎますね。たまんないわ。あ、じゃあ後半のこの油揚げ、あのカスと天かすと生姜のこう混ざった感じがめちゃくちゃうまいですね、汁が。うん、塩分取りすぎ、はい、塩分取りすぎました。あー、塩分取りすぎた、本当に。そして水、塩分取りすぎ、血糖値爆上がり。いやー、いいですね。あの、最高でした。そんな感じですけど、特に何も話題ないですね。あの、診察中にお腹空いた時にナッツを食べるとかチョコをつまむことがあるよということでした。はい、いやー、よかった。丸亀製麺うまいっすね。やっぱり早稲田で何が好きかっていうと丸亀製麺ですよね。でもこの、なんだろうね、あの、うん、そうだね。やっぱり家でっていうか、お店で食べるよりクリニックとか持ち帰りで食べる方がリラックスできるし、ダラダラ食べれるから、お店いいですよね。やっぱりテイクアウト楽だなと思って。お店で食べるとやっぱなんかね、せかせかしちゃうんだけど、やっぱりなんだろうな、クリニックで食べた方が良かったりしますね。はい、ということで、今日はこんな感じです。はい、じゃあ、丸亀製麺のかけ波をすすりました。はい、じゃあまた。